東京オリンピックマラソン代表の鈴木あゆこ32イコール日本郵政グループイコールが23日残り1枠のパリ五輪出場をかけてもう一度チャレンジしたいと語り来年3月10日の名古屋ウィメンズマラソンに参戦する意向を明らかにした写真でたっぷりプリンセス駅伝力走する選手たちこの日は出身地の愛知県豊橋市で記者会見し 3月24日に開催されるハーフマラソンが鈴木愛ゆ子杯となることを発表。ファイナルチャレンジが終わった後なので、そこで良い報告をしたい、と述べた。鈴木は15日の代表選考会、マラソングランドチャンピオンシップ、MGC で12位に終わり、五輪出場権獲得はならなかった。愛見後の取材に、MGC では、もっとできたと思い、このまま終わりたくない。 といいいう思いが湧いてきた五輪に出ることが最大の恩返し、と語った。日本郵政グループの高橋正彦監督は、これからやれることはたくさんある。今回のこと、自身の名を冠した大会、もう一つのエネルギーになってくれたらいい、と話した。川瀬慎一郎。